ウィロード第1節3戦目読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズのゲーム。打順は1番に帰ります。バッター吉田。ジャイアンツきっちりランナーを進めています。さあジャイアンツ追加点のチャンスを迎えています。初球打ち、さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、2対0になりました。ジャイアンツ2点リードとなりました。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。まあこうなってくるとね、チーム全体が乗ってきますからね。には1番バッター加藤。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。打ちました、いい当たり、ショート取った、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。打順は1番に帰ります。バッター井領。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。フォアボールのランナーが出ています。真ん中打ちました、ワンバウンドヒットになりました。二塁はセーフ、ジャイアンツピンチになりました。試合を制したのは読売ジャイアンツです。西さん、投打がしっかり噛み合っていました。チーム力素晴らしいですね。そうですね、打つ方も投げる方も、そして守る方も非常に集中力が高かったですね。そうですね、完成度の高さを